ユンカース1288ユンカース 1288V 2ユンカース1288は第二次世界大戦中に設計されたドイツの爆撃機である。22機製造されたうちの最初の試作機は1940年11月29日に初飛行したが試作段階で終了した。第二次世界大戦の開戦に先立って ドイツ空軍の爆撃戦力は主に限定的な能力しか持たない機体で構成されていた。数機種はもともと民間使用を目的に開発された機体で収益している機体の中で唯一本格的に近代的な設計はユンカース188 18 18だけであったが、その188 18も多機種より抜きんでた性能を有している一方で数々の問題を抱えていた。 問題の中で、おそらく最も有名なものは、非常に小さい胴体内爆弾層のため機外にも、爆弾を喧嘩せざるを得ず、これが、飛行性能を低下させたことであった。1937年以来ユンカース社は、大幅に出力を増大した、ユンカース U ウモ222か、ユンカース U ウモ223エンジンを搭載した各種の、1 8 1 8の改良型の研究を行ってきた。 これらの中で本格的に検討された機種はなかったが、1939年にハインリッヒヘルテルがハインケル社からユンカース社に移籍してきてから EF74 の設計案がドイツ航空省に提出された。EF74 の端緒は基本的に18、8を拡大したもので、機体の基本構成と各部で延長された胴体と主翼は同じであった。 しかし機種は完全に再設計され、余圧式コックピットを装備していた。有効社会の確保に有利な場所への配置と胴体の機密性の保持のために、すべての武装は遠隔操作された。より大きな爆弾層のために、胴体は延長され、胴体内に8000ンドのペイロードを確保することで機外の喧嘩装置に爆弾を搭載する必要がなくなった。 すべての爆弾を機内に搭載できることと出力が増大したエンジンにより性能は1088に比べ格段に向上した。ユンカース 288V13、10288バイトの試作機1939年7月に RLM は B 爆撃機計画の要求仕様を発行した。1088は、訴求的に A 爆撃機になった。 B 爆撃機計画は、ドイツ空軍に配備されている中型爆撃機を更新することを目的としており、EF-74 を元に新たに設計されるか、同等の性能を有する機体が求められた。B 爆撃機は、18、8よりも高速、高高度巡航のための余圧コックピットと銃、防御武装を装備、英国本土内のどこの地点へも到達できる。 航続距離、1世代前の爆撃機の2倍に相当する強大な 4000kg の兵器搭載量を計画していた。数社が提案に応じたがこれらは形式的なもので、すでに EF-74 が採用案に決定していた。残りの提出された設計案の中で、フォッケウルフ FW-191 とドルニエドゥー317のみが、 試作機段階まで進展した。間もなく試作機の製造が始まり、最初の試作機は1940年半ばに完成した。エンジンは、ユンカース u m 2 2 2 2 4気筒液冷エンジンを装備する予定であったが、ユモ2 2 2の開発上の問題により、試作初号機は代わりに BMW801 を装備して飛行した。 最初の飛行可能な u モ2 2 2は1941年10月まで納品されず、この点だけでも全規模生産へ移行できないことは明白であった。u モ2 2 2が実用に適するエンジンになりそうもないことが分かってきた1942年6月に、ユンカース社は u モ2 2 2よりかなり重いダイムラーベンツ DB606 と換装することを提案した。 これらの技術的難問が処理されている間にも、ドイツ空軍内での戦略爆撃政策の欠如が、開発期間を通して、1288の任務と目的に、曖昧模ことしたものを残していた。一時しのぎに、RLM は、1288のコックピットの基本設計を、取り入れた188に、多少の変更を加えたアップグレード版のユンカース1188、 を発注した。1288の開発作業は続けられていたが、1944年に、ドイツ空軍の優先度が急激に、祖国防衛に移っていったために、プロジェクトは放棄された。1288A 型 1288V1 試作機、ウォーターハンダーバージョン1.83にて、ランク4の課金機体として実装。ありがとうございます。